ちは、そうですね、はい、ありがとうございます。小学校の時の家庭科の授業以来って感じですね、はい、少しでも医療従事者の方にお力になれるような機会を与えてくださったことが、自分にとってはすごい嬉しいなと思っております。